さあ、ダイブマスター候補生のデモンストレーションとトラブル発見の練習です。まずはレギュレーターリカバリーのデモンストレーション。ゆっくりと落ち着いてできてますね。右肩をもっと下げるように指示を出さないと取れないですね。そう、一回で取れないときにすぐにオクトパスを加えさせたりしないと息が続かなくなります。フリーフローは叩いても治らないですね。マウスピースを下に向けるように指示してあげましょう。取り方は完璧です。褒めるのもいいですよ。腕を回さなくても取れちゃいましたね。もう一度ですね。